いつもアットホームチャンネルをご視聴くださり本当にありがとうございます。アットホームチャンネル運営を行っております青柳と申します。先日公開の動画内にて新宿ホームレス加瀬さんの募金箱の作成のお手伝いをさせていただいたところ、路上にて募金を募る行為は軽犯罪法違反にあたるとのご指摘をいただきました。僕の勉強不足でチャンネルを通して軽犯罪を助長してしまう行為を行ってしまったことをこの場を借りて謝罪をさせていただきます。本当に申し訳ありませんでした。今後もホームレスの方々に誠意を持って向き合ってまいりますので、どうぞアットホームチャンネルを何卒よろしくお願いいたします。いよいよあともう1週間ちょっとぐらいですけど、どうです、ちょっとやっぱ緊張もありますか。まあ前回のあれがあるから、前回ちょっとできすぎだとやっぱり思ってるんですよ。はい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 。ああそれよりちょっとまあペースダウンというか、ダウンダウンしても、はい、まあそれが当たり前かなっていう。うん、まあ本当読めないもんね、前回が全く読めなかったから。はいはい。一応全部持っていきます。あ、そうですね。なんか、でもどうですか、榎並さんも、まあ、前回やってから1年ぐらいですけど、ずっと絵は描き続けてるわけじゃないですか。そうですね、まあ、変わらず。なんかそれをこの1年に1回こうして発表できる場所があるっていうのは、まあ本当ありがたいですよね。まさかね、みんながこうやってちゃんとね、あの教育受けた人でもできないんでしょ。そうそう。これもう新作ですか、完全に。そうですね、もうこの3冊はそれ用っていうか、はい、古典に向けてっていうか、はあはあ、そういう感じ。いいっすね、すごい。この辺はじゃあ、僕がじゃあお預かりして、うん、あの額に入れさせていただきますね。これすごい。これね、こういうのがね結構簡単なんですよ。本当ですか。こっちの方がねもうやりたい方でっていうかあれなんで、本当はねこうシンプルなやつ、はい、それをねかっこよくっていうか魅力的にできないかなっていうのが一番苦労するんですよ。こういうねシンプルでなおかつね、ボーンとインパクトないかなっていうのはあるんですよ。生物だとか、あの分かりやすいっちゃ分かりやすい。まあそうですよね。結構幾何学のものをバーって展示するけど、こういう分かりやすいやつとかも置いてあるのは面白いかもしれないですね。すればいい。これ何なんすかこれ。なんかちょっと闇感じるんですけど。初期の作品ですか。そうそうそう、この丸湯になる途中、前はこういう感じで描いてる。すげえ。これ榎並さん得意の女性の横顔ですよね。これすごいっすよ。すごいっすよ、本当に。
最後さあということで、一応まあ絵の選定も終わりまして、まああとはもう当日個展の日を迎えるだけという感じですけど、いかがですか？2回目なんでね、本当ありがたいですね。ただ前回がまあできすぎだっていうぐらい、はい、お客さん来てもらったんで、まあ、そうですね。まあでも本当にまあ元々路上販売から2人でスタートして5枚ぐらい、あの時本当お客さん全然来なかったじゃないですか。そうそうそう、まあね、あれを僕らは経験してるんで、そうそうそう、まあ、来てくれたらラッキーと、そう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 、まあ、今回もそれぐらいの僕ら気持ち的なハードルでいきましょう。あのこれを見てくださってる方によろしいですか？はい、今回で2回目の個展になりました。前回もだいぶ来てもらったんで、ちょっとできすぎかなぐらいだったんで、まあ、今回もねそこそこ来てもらえる。いや全然期待してるじゃないですか。まさにね、喜んでもらえればこちらとしてもねありがたいんで、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんぜひお越しください。あの前日から準備があるので、はいはい、まあ、その準備のところからあの一応生配信とかはしようとは思ってますので、はいはいはい、よろしくお願いいたします。はい、ホームチャンネルよろしくお願いします。よろしくお願いします。